はい、どうもこんにちは、ロクドルゴルです。今回はですね、前お父さんが紹介してくれたんですけど、面白い、ね、雑誌みたいなのも見つけました。今回はこちらです。で、電撃バズカっていう雑誌です。これはなんか、ここにもう書いちゃってありますが、本物のゲームソフトがついてくるっていうので、今ちょっと有名な雑誌です。で、今回は3本ですね。3本ゲームがついています。1つ目がちょっと中に書いてあるんですけど、1つ目オウベルトコンベア、2つ目おけつでホッピング、3つ目対戦鎮光爆弾っていうな、ちょっと下品ですけど、このね、このキャラクター番外出てくるらしくて、この電撃バズカので、これがガッチマンっていう漫画と連動、ガッチマン新たな力が覚醒っていう、まあ、で、あとはスマブラにモンスターハンター、モンストポケットモンスター、オメガルビア、アルファサファイアで、あとはやつです、この妖怪ウォッチとかバカボンですね。裏はこんな感じ、ラジコですね。じゃあ今回はですね、ここに袋閉じになってるんですが、ここ開けるとシリアルコードが入ってる。で、それを e ショップに打ち込んで、e ショップかな？うん。任天堂 e ショップかな？打ち込んで、それで、まず、ちょっとその3つのゲーム、ちゃちゃっとでいいんで、まあ、やってみたいなと思うんで、ちょっと、まずはここを開けていきたいと思います。じゃあもう、これ開けて、打ち込むところまでやっちゃいます。せーの、はい、できました。じゃあちょっと見ていきたいと思います。ようこそ鎮光アイランドへ。今からこの島での遊び方を簡単に説明する。これね、ギリッギリだと思うよ。で、これニックネームとか出ちゃうんで、ちょっとこの島で取れる珍しい鉱石鎮光、このチンコを集めてもみもみすると、チンポというお宝が生まれるんだ。チンコは島の中央の火山から出てくるぞ。火山内部にチンコが溜まっていたら噴火させて取り出すをやめよう。ちなみにチンコは1時間に1個ずつ火山内部に溜まっていく。最大で10個溜まるぞ。ちょうどチンコが溜まっているね。下画面の O をタッチして火山を噴火させてみよう。 O、 いつ出すの、いいわし、タッチミ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 。チンコは O チンコやガチンコといったレア度の高いものもあるようだ。いろいろなチンコを集めてチンポの素材として使おう。これダメだでは早速集めたチンコをもみもみしてチンポを作ってみよう。下画面の図鑑をタッチした。ちょっとこれ初めての人だったらこうなります。僕初めてなんだ。ここでチンポを作ることができる。ちなみに1ページ目を見れば持っているチンコを買う。いるよ。青い矢印をタッチして次に進みますね。2ページ目からチンポを確認したり、もみもみしてチンポが作れるよ。下画面にあるチンポの中から作りたいチンポを選んタッチして選ぼう。これダメだチンポ作りは失敗することもあるけど、確率を上げるボタンで使うチンコを増やせば成功確率は上げられるぞ。君は初めてなのに実際に試してもみしてみよう。このチンポが良さそうだ。それじゃあチンポを選んでレンズもみたい。これですね、名前。あ、もみもみどういうことだ。あ、こうやって順番こに
こうやって LR を順番こにやっていきます。ペラペラチンポ、あ、お宝なんだ。チンコが潰れてペラペラになった。使い道はない。ナイス思いも、これで説明は終わりだ。マップに戻るとあとは自由に楽しんでくれということで、はい、読み取れる AR マーカーが増えたよ。ミニゲームが増えたよ。集めてみよう。あ、これっすね。この3つが僕が。じゃあ早速今回の付録をやった、楽しんで遊んでいきたいと思います。流れに身を任せる、それとも逆らう。ベルトコンベアの上を進んでゴールを目指せ。おう、ベルトコンベアっていうゲームをやります。チンポをタッチして、タッチでセットしよう。セットしたチンポはミニゲームに 下画面通知されるの。あ、下画面とかもあるのね。じゃあちょっとこういう感じにします。じゃあこういう感じで僕やりますね。じゃあアイテム未選択、まあいいや。選択できないっす。まあいいか。え、あ、え、こいつに当たっちゃダメなの？当たっていいの？当たっていいのかな？あ、取れるんじゃん。ああ、こういう感じでバチバチのに当たっちゃう。よし、声が。あ、別に俺はこ、僕がこんな守備だったんだみたいな感じで思わないから、なんか、あ、でもこれただって考えたらまあいい方じゃないですか。あ、当たるとちょっとこの右上、いや左上のやつなかなか少なくなっちゃいます。なんか当たっちゃう。あーってだだー、やめてー。意外と楽しいかもしれない。あー、当たっちゃダメだ。はは、来ないで、行って。うわ、来た、ヤチヤチが、ヤチヤチだ。あー、もう早くゴールして、ヤチヤチ来ないで。痛い。これゴールとかある、あ、あるんだ。まあこれ、これはじゃあこれが、これでベルトコンベア、おう、ベルトコンベア。じゃあこれ次おけつでホッピング。これはどういう遊びかな。あ、これずっとこれ続けるってことかな。これコンボ続けないとダメなんだ。いった、あ、ちょっとだけ浮けます。こうやってちょっとだけ浮くことが痛い。こうやってなんて言えばいいのかな、マリオのタヌキみたいに、こういう感じで。はい、こんな感じで続けていきます。おお、
こんな感じですか。へえ。ヤチヤチくんが。で、一撃では死なないやつがいますね。このヤチヤチって言ってるこの子は一撃っすね。誰が来て、意外と指が痛くなる。そんな僕指痛くならない方なんですけど。ほほほほほ、この野郎。あ、いった。でも意外とこれ今のところ楽しい、楽しいです。じゃあ次、じゃあ最後に、危ないっすねこれ。はい、対戦鎮光爆弾。じゃあこれ、これなんかあるんでこれにしますか。じゃあこれ真ん中でいいです。 X、 あ、これでいいんだ。ゲームスタート。これどういうゲームなんでしょう。あ、こいつ、こんなやろ。え、あー、A を押すんだ。A を押すんだね。こうか。おお、楽しいかも。待って、蹴るんだ。ほ、来いや。来いや。来いや。あれ、スカルね、意外と。おお。これ意外と楽しいかもしれない。イエーイ。来い。いくらでも蹴ってやる。あ、これ方向とか変えられるのか。あー、スカルね。意外とスカル。よし。この野郎。うお、意外と。ああ、負けばっかりじゃないか。これの意味あったのか。はい、まあこんな感じで電撃バズーカ、こちら紹介してみましたけど、皆さんどうですか、どうでしたか。皆さんもぜひぜひこちら、価格は1冊880円ですね。880円で3本もゲームが、本も遊べるゲームがついてくるんだったらすごいお得だと思います。皆さんもなかなかスーパーではとかでは売ってないかもしれませんが、僕はちょっと本屋さんで見つけたので、皆さんももし本屋さんに売ってたら買ってみてはどうでしょうか。ではバイバーイ。じゃんけんぽい、パーでした。また見てねー。